ュさん、準備はもういいんですか？よかったら夜まで少し休んだらどうです？ああ、そうさせてもらう。わかりました。ソメヤが来たらお呼びしますよ。すまないな。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ、約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。ああ、安心しろ。ローのところへ案内してやる。兄貴、このバカタレが何ぞおかしな真似しよったらすぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わさい。そのツラボコボコにしたると。四代目、ローと会う場所はどちらで？前は桃源郷ってソープだったビルだ。ローはそこで待ってる。桃源郷？あんな場所にローが。何か問題でもあるのか？まああの建物の中に入ればわかりますよ。世界の人間には関係ねえことだ。お前に余計なおしゃべりは目障り。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことならローも問題ない。どういう意味だ？あそこは前とは様変わりしてました。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなんで、多分ローはそいつらを使って四代目のことを試すつもりでいるんですよ。例えば四代目が本当に手を組む価値がある男なのか見定めるためとか。
ここだな、桃源郷。ローはもう俺が四代目と一緒にいることに気づいているはずです。約束と違うなんつってとんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな、そうなりゃお前も俺もお互い無駄足だ。まあ入ってみてのお楽しみです。しかしこんな小汚い場所で出迎えもなしってんじゃ、ローもゲストへの礼儀ってもんが分かっちゃいませんね。ああ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですが、セラ三代目が死んだ後、東城会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくって、ダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで、ところが今は警察も東城会と中国人の抗争で手が回らねえ。でこんな街のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです、四代目も責任感じちゃいません？しかしこの建物の奥にローがいるとなると、そこのチンピラどもはローの元に下ったってことなのかな。ならこいつらはローのよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまりローを待たせねえうちにやってやりましょうや、四代目。相当ヤバい奴がいますよ。四代目、ほっといて先に進みましょう。そこのハシゴを使って上へ行きましょう。
そこのはしごを使って上へ行きましょう。
Do it!
あなた一人で来ていただく約束だったが、連れがいるのはどういうことだ？ロ。もっとも、私は日本人の裏切りには慣れている。ちょうどそこにいる染谷さんのおかげでね。お久しぶりです、ロウさん。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア街を探ってもお目にかかれなかったわけだ。カムロ町には東上界の手が行き届いてない場所はまだいくらでもある。ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかし、いい加減うろちょろされると目障りなんですよ。あんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのはあんたたち日本の極道だ。私の息子を殺したのもな。そうか、やっぱりあの噂話の通りか。ソメア、お前らとロウはもともとグルだった。アジア街を焼き西洋界を引き込んだ後のお前らの構想は大吾を警察に逮捕させるための茶番。ねえ、ですが今見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが東上界の頭になり次第、用済みの西洋界には消えてもらおうとしたんですが、なかなかしぶとくてね。改めて言いますよ、四代目、俺と手を組んでください。正直言うと、さっきまでローはこの場で殺すしかないと思ってたんですがね、四代目と一緒ならローを生け捕りにすることだってできそうだ。それに俺がここでローを殺すとなりゃ四代目は止めるでしょう。あんたはローから聞き出さなきゃならねえことがあるってんだから。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすりゃ話は後でいくらでも聞き出せる。俺もローを殺しちまうより生け捕りにした方が後々西洋界の連中を支配しやすい。